レートのアギンとサンブとユーキーとリブです。お前ら聞いてくれ、俺モノパレットのリーダーやめます。おお、つ今後はお前だよ。違う、まあ嘘なんだけれども、まあ僕リーダー業やってますけれども、はい、表で見えるリーダー業って何かっていうと、仕切りをやってるわけなんですよ。司会進行とか、ね、YouTube だったりライブの MC だったり配信だったりとか、うん、司会進行やってるんですけれども、たびたびみんな企画で司会進行とかやりますけれども、うん、実際俺よりうまく進行できんのっていう。できない、頼むわ今度から。違う最近の動画見ると全部ゆきみ話終わらせる。そう、全部終わらせる。それブームでしょ今。俺ブームということでですね、本日の企画、はい、進行ということです。今からですね、紙を一人二枚お渡しします。はいはい、そこに架空の企画を書いていただいて、うん、それをランダムに引きます。で、それを即興で、その企画を理解して、進行してください。なるほど、なるほど。はい。まあ言ったら、普通の YouTube の企画とかって、僕がこの企画やるよっていう風にこう言われて、まあその場でこういろいろ考えて、うん、この企画を成立させるためには、どういう進行をしたらいいのかっていうのを考えながら、進行をこう進めて挑んでるわけなんですよ。なので今回は即興で企画を見て、進行していただきたいなという企画になっております。はい。俺、台本書く派だからむずいです。ああ、そうそうそう。大体ね、結構ユキリムが企画やるときとかって、進行をしっかり前もって考えたりとかすることがあると思うんですけれども、うん、割とそういう即興力みたいなのが配信とかね、MC とかだと、ね、試されるところなので、そちらの方をちょっと鍛えていただきたいなと、はい、あわよくばちょっと進行それこそ3部とかね、ゆきみとかりむちゃんに任せて、たまにはね楽したいなと思ってということで、それではやっていきましょう。よいしょ。それではここにですね、ルーズリーフがあるんですけれども、はい、こちらのルーズリーフに自分の企画をこう考えて、こちらに書いていただきたいなと思います、はい、なるだけ進行しやすいものが嬉しいですね、はい、はい、ということで全員書き終わったようなので、まず紙を回収します。はい、はい、じゃあこちらの方はですね、シャッフルしまして、はい、誰がどの企画を書いたかわからない状態にしますよと。はい、シャッフルが終わりました。じゃあまずはじゃあリムちゃんからいきますか。おぉおぉイエイ、お手本欲しい。お手本、おぉ、じゃあなるほどね、司会進行といえばのアギンさんからいきますか。じゃあ挨拶からいきますよ。はい、こちらモノパレットのアギンとサブとユミとリムです。本日の企画なんですけれども、皆さん、はい、僕らYouTuber、こうやってやってますけれども、うん、本業何なんだと。うん、歌い手。歌い手ですよね。はいはい、歌い手って、ボカロ P さんの曲をカバーしたりとか、はい、メジャーアーティストの曲をカバーしたりとか、はいはい、まあ時にはオリジナル曲を作ったりとかしますよね。うん、ここ最近、世の中でバズった曲、まあいろいろあると思うんですけれども、まあユーリさんのドライフラワーみたいなのが、はいはい、めちゃめちゃいい曲じゃない、はい、めちゃくちゃいい。で、あの曲すごい人気で、はい、いろんな人が歌ってみたカバーとかしてると思うんですけど、はいはいはいけれども、ってことはドライフラワーみたいな曲作ったらバズんじゃね？ということで本日の曲、ドライフラワーみたいな曲作ってみよう。怒られない程度にね。そうです、盗作にならないようにドライフラワーのような、まあ、メロディーでもいいでしょう、うん、歌詞でもいいでしょう、まあ、ドライフラワーのような曲を今から即興で作ってみて、ブラッシュアップして曲として発表したらいい曲ができてバズるんじゃないかという企画になっております。ゆふみさんとかやっぱ作曲とかしてますからね。はい、できるんですかねということで、それではドライフラワーみたいな曲作っていきましょう、はい、よいしょ。まず企画がとんでもないよこれ誰ですか企画あんた脳が溶けてるね、今ね。実際ちょっと作ってみ、今即興で。オッケー、聞いてください。いけば君からのラインがあんまり届かないでもたまに届くから嬉しいちゃんちゃんやぞ、サビじゃんもうまあこんな感じですよ、はいはい、割とお手本って感じの進行だったんじゃないかな、はい、かもなく不可もなくっていう、まあまあまあそうね、うん、テンプレートって感じで、そうだね、ここから歌を作っていかないと。そうですね、はい、じゃあ続きまして次に進行が多い3部さんいきましょうか。はい、それでは挨拶からいきます。こんにちは、モノパレットのアギンとサブとリムです。本日の企画なんですけれども、皆さん今それぞれ都内に住んでらっしゃいますよね。あ、そうですね、はい、家どうですか、自分の家好きですか。まあそうですね、今のとこ不自由は、うん、ないですね、ですね、うん、もう僕も自分の家とっても大好きで、やっぱり自分の家にいる時間が一番落ち着くんですけど、うん、やっぱ一番落ち着かない家って何やろ。
んですよ、はあ、そう考えた時にやっぱり一番落ち着かない家ダンボールなんじゃないかなと。あー散らかってるとかじゃなくて、そうそう、もの、もうそのものダンボールそのもの家自体のものな。本日やっていきたい企画こちら、ダンボールで一週間生活してみたダンボールの中で1週間生活したらメンタルも削られて、うん、だんだん嫌な気持ちになっていくんじゃないかな、まあまあまあ、トイレどうするのかとかね、そう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 、うん、これは1週間やりきれた人が勝ち、全員やんだ全員やる予算とかは、予算はダンボール以外は5000円、予算5000円でダンボールの家を作って1週間生活、1週間生活していただくと、食費とかはどうなります、その5000円でやりくり、5000円でやりくりってことは1週間5000円生活ってこと、そうそうですね、ダンボール食えばいいもんな、最後な、最悪な、最悪な、水で湿らしての。はい、ということで皆さん自信ありげなので早速やっていきましょう。調校しなすぎ、情けだよ、情けだ、全然自信ねえよこれ誰、これ誰、これね実際できるかな、これが、いやでもなんかちょっと面白そう、やってみる価値はありそう、1週間はきついぞ、まあ言ったらだからメンバーから補給物資をもらえば1週間いけるじゃないですか、ちょっとこれリアルでやってみたいなっていう企画でした。続きまして僕行きたい、リムちゃん行く、挨拶から行きます、はい、こんにちは、モノバルトのゲンド、アロト、ユミト、リムです、本日の企画、はい、ブスノです。誰が一番ブスになれるか、はい、こうやって YouTube やってるかっこいいかっこいいって言われるじゃないですか、はいはいはい、自分ってかっこいいんだっていつの間にか思っちゃってるじゃん、はいはい、ブスになろうや、そこまでしてもリスナーがいやかっこいいよって言ったらブスじゃないのね、決めんの俺らじゃないから、リスナーさんだから、見てくれてるみんながブスを決めると、なるほど、ブスって何、俺わかんないブス、かっこいいもんな、そうそうそう、かっこいい、実際かっこいいからな、かっこいい方だと言われたことないもんね、ブスってあんまない、うん、だから、まあ、これは3人にやってもらおうかな、違う違う違う、お前もやって、お前もやれよ、まあ、やっぱね、この進行力ですよ、これが、そう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 、でもライブの MC とかってやっぱりね、その場の空気で決まるものですから、落ちがつけないといけないから、落ちがつけないといけないですから、これちなみにゆきみさんから僕です、一回さ、ちょっとこれアゲインやってみてくれ、短めに。オッケー、あー、ブスを。いきますよ。はい。こちらのブレッドのギンと、アロト、ユミノ、リムです。本日の企画、はい。題して、ブスを、さあ皆さん、最近、TikTok やら、YouTube やら、Twitter やら、Instagram やらで、写真って投稿してるじゃないですか。してますね。写真投稿してても、やっぱりキメキメの自分をこういう風に写したりとか、まあまあよく思われたりして、ね。まあ、こういう YouTube やってたりとかする時も、うん、まあそれぞれ髪の毛のセットしたりとか、メイクしたりとかするじゃないですか。うん、やっぱかっこいいんですよ、みんな。本当にブスな俺らを見たことないでしょ。ああ、もう寝起きとかないもんな。そう。ということで、これからですね、1週間、皆さんに猶予を与えますので、はい、この1週間で自分がとんでもなくブスな瞬間を撮ってきていただきたいんです、はいはいはい、一番その写真がブスだった人にブス王の称号を与えます、なんでそういうのなのでこの1週間でどれだけ自分がブスになれるか、こちらの方ぜひやっていただきたいなと思います。それではやっていきましょう、よいしょ、いかがでしょう、いい、いいよ、まあ、かもなく不可もかもなくも俺とずっと60点だなちょっと聞きしてんだよ、悪くね、悪くね、悪くね、進行だよ、悪くね、じゃあ続きまして、はい、ゆきみさん、はい、行きましょうか、それでは挨拶からいきます、はい、こんにちは、こんにちは、モノバレットのギンとサム、イギリとリムです、本日の企画なんですけども、出会い系アプリでリスナーと出会えるのか検証、皆さん出会い系アプリってやったことありますか、ないです、ないですね、ないですよね、うん、この際やってやろうと、動画だったらいいもんな、そう、動画だったらいいと、まあリスナーさんの中にも出会い系アプリやってこういう男当たりましたとか、あーいるいるいる、パンニムとかアゲインとか写真使われてる、よく悪用されてる、悪用されるこれ本人ですかってことあるじゃないですか、はいはい、それ本人がやったら面白いんじゃないかと、これ実際に出会ってしまったらどうするんですか、最後まで行ってもらいます、最後までリスナーさんがその好意があるならば会うとこまで行って接戦までってことですか、まあそのリスナーさんが良ければ、あーそこ次第だもんね、ということでね、早速出会い系アプリ入れてリスナーさんとマッチングしていきましょう、よいしょ、これいかがでしょう、まあ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 意外と悪くなかった、これはなんかちょっとグレーゾーンをこういい感じにこう、まあそうだよね、普段の俺らの企画とは毛色が違うよね、これ誰が企画、これ僕です、おー全員違うとこ言ってるね、これすごいね、実際のところ今俺ら全員やったじゃない、うん、進行王は誰なのかまずちょっと決めようじゃない、指差しでいいですか、うん、決まってるわ、あいいですか、はい、いきますよ、せーの、あーやっぱ満場一致で俺が進行王なんだ、違うんだよ、その冷ややかな拍手が欲しいんじゃないですか、
違う、スタンディングオベーションいらないんで、まあやっぱり新婚慣れがあると思うんですよね。うん、なのでちょっとリムちゃんが最後までできなかったんで、もう一回ちょっとリムちゃんやってみよう。クソ全力でやってくれ。お前らやればできる子だよ。それではいきます。ガンジャマンプラットのゲントアウト、いけるリムです。本日の企画、見知らぬ人とどこまで仲良く、ナンパやって。こちらも俺とワギンとサブとリムとリムです。本日の企画、トイレットペーパー早巻き選手権。こちらタイトルコール聞いただけで分かるでしょう、はい、トイレットペーパー早く巻いたやつが勝ち。それではやっていきましょう。よいしょ。あー、こちらも俺とワギンとサブのアピカチュウと、あー、ライチュウです。今日やる企画、 TikTok で次バズるものはなんだ、バズるよモノパレット、ブーム来てるじゃないですか、TikTok って。空前の大ブームでございます。やってますよね。公式でも上げるし、ソロでも上げてる。上げてますね。えっとね。えっ、ちょっと、スカジャマの俺とのインド、ハウト、